こんにちは、河辺真由美と三姉妹うさみの玄関先へ届いた。本日は郵便物を開けるだけのシリーズでございます。はい、いつもありがとうございます。お忙しい時間頂戴いたしまして感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、本日届きましたのは宅配物ではなく郵便物と言いましょうか。こういう、今まで多分これご紹介したことないと思います。あ、今日なんもない、なんか来ないかなと思ったらこれが来ました。これは何か申しますと、ジャフメイトですね。ジャフメイトというのは、あの車の、車がこう動かなくなったりしたらピッピーって来てくださいますよね。あの会員で毎月これがジャフメイトが届きます。でですね、あの普段はご紹介はしてなかったんですが、最近面白いというか私的な発見があったんですね。それは何かと言いますと、意外とこのジャフメイトというのは意外と面白くて、結構パラパラと、読むとお料理とかあったりしてですね、楽しいんです。でですね、これいつも思うのが、表紙が素晴らしいんですよ。表紙、この動物の表紙でね、よくこんなの撮れるなぁと思って、今日は何ですか、オランウータンですかね。オランウータン、もう毎回もう本当に素晴らしい表紙で、でこの人なんていう人って見たら、岩井光昭さんって書いてたんです。岩井光昭さんで見た時に、あれどっかで見たことあるなぁと思って、でも私そんなに写真とかに興味がないから、その写真家の人を知ってるとかないんですが、なんかこの岩井光昭さんという文字がですね、なんか見覚えがあるんです。なんかいつもどっかでチラチラ見てるような気がするなと思って分かったんです。それは何かと言いますと、我が家の、本棚にあるこの日本の犬という本があります。これはもちろん柴犬も秋田犬も甲斐犬とか紀州犬とかいろんなこう日本犬を紹介してるんですが、かっこいいですね。これ甲斐犬だそうです。バーンって飛んでてかっこいいですね。はい。で、それでですね、この方がなんと岩井光昭さんだったんです。でこれを時々チラチラ見るんで、なんとなくこの辺りにあって、あれと思って、なるほどこの方だったのかと思って、私的にちょっと感動したお話で、またこの日本の犬というのがいいんですよ。もちろんここにですね、山陰柴犬、1ページか2ページね、ご紹介すればいいですよね。 PR にもなりますので、山陰柴犬、このお家ですね、これが尾崎益蔵さんという山陰柴犬を、作った方のお家、鳥取のお家なんですが、このお家で毎年山陰柴犬鑑賞会っていうのがあって、私も何度も行きましたけど、山陰柴犬ばっかり何十頭も集まるんですよ。でこの方のお家がですね、なんか犬は天然記念物ですし、家はですね、重要無形じゃないですね、有形ですよね、文化財みたいな感じなんですよ。すごいかっこいい。いや、今ちょうど工事というか、メンテナンスしてて、何年か後にはまた素晴らしい感じになると思いますが、お山陰柴犬ちゃんいますね。ほら、あなたのお仲間よ、山陰柴犬ちゃん。見て見て、あらら。もう絶対親戚ですから。山陰柴犬って本当にもう数がすごく少ないんで、確実にちょっと何台か上がったらもう本当もうみんな親戚です。はい。ということでございまして。あれ、私何が言いたかったんだ。あ、そうだ。そうです、そうです。ジャフメイトなんで。で、このジャフメイトを見るたびに私がいつも思うことがあるんです。それは何かというと、ジャフメイトの会員の人は、カードを持っていくといろんなところで割引とか特典があるんですね。結構、こういうクーポン券みたいなのがついてるんですよ。
ほんで、これ田舎あるあるだと思うんですが、これを見ても、近所に対象のお店がないないなんです。なんです。田舎あるあるお店がないないなんですけどね。ないんですよ。吉野家もないし、ね、バーガーキングもない、ロイヤルホストもない、バーミヤンもない。バーミヤンいいですね、バーミヤン。バーミヤン。いやー、花丸うどんもない、デニーズもない。はい、ということでございまして、だから使ったことは一回もないです。なんか、お腹す、吉野家美味しいですよね。あ、今なんか、突っ込みましたよね、私に。ね、なかなかそこまで突っ込むワンちゃんいないよ、サニーちゃん。ね、だからといって嫌がってないでしょ、どこも行かないでし、として、しかもなんか不機嫌な感じで、そんなことない、そんなことないですね。すいませんね、悪く言っちゃってごめんなさいね。はい、ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。サニーよ。うん。はい。サニーちゃん、こんにちは。